エーミー・チュアエーミー・チュアは、アメリカの法学者、弁護士、エール大学法学部教授、イリノイ州シャンペーンで中国系フィリピン人の家庭に生まれる。父・レオンがカリフォルニア大学バークレー校に赴任したことに伴ってカリフォルニア州に転居。1987年にハーバード大学ロースクールを修了し、ホーム博士取得。法律事務所、クリアリー、ゴットリーブ。 ステンハミルトン・デューク大学法学部教授を経て2001年から現職。2011年1月に出版した回想録タイガーマザーが物議を醸し、そこからタイガーマザー、タイガーママという俗称で知られるようになった。これは二人の娘に TV を見せない、ゲームは一切やらせない、友達の家に行くのも我が家に呼ぶのも禁止。 学校のテストでは A 以上でないと認めないというもの。結局、友達のできない次女が大反抗に出て、子育ては失敗するという話。2014年にはトリブルパッケージで、これからのアメリカを担うのは次の8つの民族集団だとして、中国系、ユダヤ系、インド系、イラン系、レバノン系、キューバ系、ナイジェリア系、そしてモルモン教徒だという。 これらの集団には、マイノリティだが、優れているという優越感、いつ迫害されるかわからないという不安感、自分たちの感情をコントロールする傾向があり、これらが彼らを成功に導く、他の集団はダメだという。人種差別とも取られる発言でも、物議を醸している。ありがとうございます。